白津駅は福島県山郡稲葉城町八幡にあった万代急行電鉄の駅である。万代急行電鉄の廃線に伴い1969年3月27日に廃駅となった。昭和に入ってからの沿線住民へのサービスの一環として新規開業した駅の一つであり、正式には白津停留場であった。当駅は 川下駅内野駅間の未舗装の県道との併用軌道上に存在し、当駅のすぐ北側で線路と道路が交差し、左右の位置が入れ替わった。廃止時点で一線を有する地上駅であった。プラットフォームは存在せず、乗客は地面から直接乗降した。転鉄機を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅となっていた。 駅舎はないが、線路の東側に開放型で型流れ屋根の小さな待合所を有していた。1996年時点では、駅跡は消滅していた。その後、2007年5月時点では、駅跡地に懐かしの沼尻軽便鉄道を訪ねてと記載され、駅の説明文と現役時代の写真がついた駅名標を模した案内板が立てられていた。 2010年4月時点でも同様であった。平用軌道上の線路跡は県道323号線に取り込まれていた。ありがとうございます。